はい、どうも皆さん、ケジオです。ということで今回は、恋姫無双イベントの6個目かな、もう結構やってんねやな、もう6個目ということで、来ましたので、そちらの方見ていきましょうか。見ていきます。はい、ということでまずはお知らせですね。まあ国取り戦の番付は別にいいか、うん、それ以外でまあいろいろ来てますので見ていきましょう。メンテナンス終了のお知らせ。はい、恋姫無双コラボ記念キャンペーン開催、応援祭時期に日の本の月もやっぱり美しいのことを追加。これこの前、まあ、この前っていうかあのみゆちゃんが来たやつかな、うん、多分で、孫悟の血脈を歌に乗せてのことの開催、これが今回のやつですね。はい、まあ一応孫悟メインかな、うん、やっぱ孫悟の柱の2人が、今回来てるのでね、うん、柱となる。はいはい、まあ一応メインは多分孫悟なんかなっていう感じ。イベント前半ガチャの開始、コラボイベント復刻限定ガチャの開始、新規部署の追加で、お知らせとしては連合討伐戦が終わりましたので、それに伴って、報酬とかですね、あとは、連合脱退除名解散不可期間の終了と、はい、いう感じになってます。応援祭時期のステージ追加、まあさっきも言いましたが、恋姫無双コラボ、第6弾実施記念の、何やろ、第1弾みたいな感じなんかな、これは。うん、それが、まあ、日の本の月もやっぱり美しいとのことが、復刻してます。これ誰がもらえるやつや、普通にみゆちゃんとかやったっけ、もらえんのこれって。メーカー見たらまあわかるか。物語、あれ応援祭時期ってどこで見んやったっけ、イベントじゃねえな、あれあ、こっちか、こっちの物語か。時にはあ、やっぱそうやんな、思い出に浸っても良いのではないでしょうか。ですね。これ4番目か、そうやな、4番目か。5番目のやつが確かひなりちゃんでできたやつやったと思うんで、うん、2個前のやつが今復刻応援祭時期で来てますということですね。ほんで、コラボイベント復刻限定ガチャですね、はい、見ていきましょう。5月15日のメンテナンス後から27日の13時59分までとなってます。優勝限定1人3回捕食確定ガチャが引けます。星5部署は以下のピックアップ対象部署のみとなっております。まあ恋姫コラボの武将かな、うん、が来てますね。まあタイトルというか、まあ読んで字のごとく優勝限定1人3回となってます。はい、で星5絶対確定なんで、まあ恋姫無双の誰かは出るんかな。星5トーカちゃん、アイシャちゃん、ユエちゃん、レンちゃん、シオンさんが、食その他コラボ、これなんかいくつかあんねやな。で、ギゴーコラボのピックアップガチャが、カリンちゃん、シュンランちゃん、レンファちゃん、シュンちゃん、エイカちゃんか、この子。俺、この子だけ知らんのよな。新しいやつやってないから。うん、まあ、あのね、カリンちゃんによく似た子やんな。うん。の、ピックアップが来てます。まあ、詳しくはガチャ画面。あとで、まあ、ちょっとは触れるかな。はいはいはい。で、コラボイベント限定。選択ピックアップガチャ来てます。これは恋姫コラボイベント限定ガチャで登場した星5部署の中から、自ら選んだ2体がピックアップ対象になります。一度決定すると変更することができません。星45部署は過去の恋姫無双コラボのみの、部署となっております。まあこれはさっきの星5を含めた子たちとこの星4のせいちゃん、魔王ちゃん、シャオレンちゃん、ミーちゃん、フーちゃんを含めたこのメンバーが出ますという感じですね。なるほどね。俺結構持ってないんよな。俺マジで、俺ワンチャンカリンちゃんとレンちゃんぐらいしか持ってないんじゃないかな。レンちゃんは絶対欲しくて引いたっしょ。うん。でカリンちゃんも出た。
多分な、記憶的に俺この2人しか持ってないはずやから引いてもいいなとは思う。うん、やっぱ恋姫無双もね、まあ、思い入れはある作品なので、はい。まあでも今回のピックアップガチャなんよな。うん、まあ今から見ていくんやけど、はい、前半来てますと、期間はさっきの期間、15日から27日の13時59分まで、通常ガチャは初回10連無料、優勝限定は、初回優勝石半額で星5ピックアップ部署が出ればスキルレベル3出てます。で、前半のピックアップはレイハちゃんとテンホちゃんとなってます。配布がメイリンちゃん、メイリンちゃんかさんか、まあいいわ、チャンディで、後半にシェレンちゃんが、来るよという感じになってますね。いやー、どうしようかなと思って、マジで迷うんよな、メンバー。前半も引きたいんやけど、やっぱシェレンちゃんもなー、欲しいよなやっぱいろいろクソデカ感情はあるんでね、その後編で、あの新恋姫無双でね、うん、やらせてもらった時にあ、この2人もね、やっぱこの2人は結構その、この2人自体に接点はないけど、やっぱキャラクターとして好きなんでね、この2人は。うん、やっぱちょっと引きたいっていうのが、まあ、あるんやけど、まあ無料10連分は引くんでね、うん、とりあえず、まあ、まずは説明見ていきましょう。新武将、炎章、レイハは攻撃力がなく、相手の根性、相手を根性なしにする防御タイプの武将自分じゃなくて、うん、新スキル、ど根性解除はその名の通り相手のど根性、へぇー解除できる、へぇ、なるほど。ど根性で先制を維持する武将に有効、はぁ。さらに回復封印2と火ダメージ上昇の合計火ダメージ上昇量は最大でなんと 50%、 ど根性解除と合わせて、後続に続く味方が苦労せず相手を倒すことができます。はははー、なるほどレイハちゃん、うん、自体も、ま、防御タイプでどうなんやろ。なんか見た感じ戦線維持する性能はないけど、まあ本当になんか味方に頼ってるみたいなど根性は解除するからあとは任せたみたいな、本当にこの子のキャラが現れてるようなど根性解除えぐいな。いや、天下統一武将のやっぱ一ちゃん強いされてる双葉ちゃんがもうど根性持ってるし、あの双葉ちゃんの耐久度ってえぐいから、あれど根性なくせんの多分えぐいよな。で、大体強いその天下統一武将の子ってど根性持ってるはずやから、それ解除できんの普通に強ないか。ああ、最前列打てるし、なるほどね。で、まあ、呪いも付与できてステータス下げれる。で、回復封印に火ダメージ上昇、バリア解除、バリア封印、強化解除、強化封印、ど根性解除、もう本当にデバフやね、相手をことごとく弱くするというかそういう感じなんやな。へえ、なんか面白いな。でも、じゃあ次、天宝ちゃんですね、呼んでいきましょう。新武将、聴覚、天宝はファンが多いほど攻撃が上昇する、特殊タイプのアイドル消されてる、まあ武将ですと。新スキル、何これ、戦望、羨ましいっていうじゃんな、これし、なんて読めたっけこれ、死亡、まあと、攻めは敵味方問わず自分以外の戦闘可能者数に応じて攻撃が上昇します。あー、自分が攻撃する隊になって敵が多く残っていたとしても攻撃力が大きく上昇し、火ダメージ上昇の効果量も高いため敵を一気に殲滅します。追加ダメージ無効とバリアのおかげで高確率で戦闘不能にならず攻撃することが可能です。なんか面白いスキル持ってきてんな2人とも。へえ、うわ、なんか攻撃範囲も階段みたいになってるなかったよなこんなん。なんかおもろい性能してんな。へえ。
追加ダメージ無効バリア、ひためい上昇で新スキルと追撃。なるほど。なんか、うん、戦闘可能者数に応じてなんか攻撃上がるスキルって他になかったっけ。で、割と自分の攻撃力上がるじゃないっけか。なんかあったよな、そんな。やたいうことか、なんかあったよな。忘れたけど。それの自分版ってことなんか。おもろいな。なるほど。いや、これ後半のシェレンちゃん楽しみやな。どんなスキル持ってくんやろう。多分固有というか初めてのスキル持ってくるよな、これ。マジか。楽しみやね。孫悟に血脈を歌に乗せてのこと開催。まあ、あらすじ読んでいきましょう。あ、期間はさっきの期間ですね。で、5月21日の12時から後半が開始します。イベント報酬交換期限は3月、あ、6月3日の4時59分までとなってます。あらすじ。今度は東北に。あー、なるほど。はいはいはい。若き日の姉ちゃんたちが現れた。三国よりの迷い人も6度目となれば慣れたもの。え、反董卓連合、どうやら今回は勝手が違うらしいぞ。反董卓連合か。でもそっか。でもなんか勝手なイメージだけど、確かに反董卓連合の時ってなんか孫悟のイメージ強いな。他でも多分やっやってるよな、やってるはずやけど、なんか確かに孫悟のイメージ強いわ。なるほどな。反董卓連合でまあやるわけで、はい、メイリンちゃんがもらえますという感じですね。わあ、ちょっと楽しみ。恋フェムゾーコラボ記念キャンペーンやってます。ログインボーナス。さっきの期間かな、15日から27日13時59分までとなってます。12日間毎日姫小石無償が獲得できます。姫小石無償スタミナが各最大で1500、星5確定ガチャチケット最大2個。はあ、12日目には極意継承の札星51個をプレゼント。結構くれるね。大盤振る舞いで。選択手形、恋姫無双化パックも売ってます。過去の恋姫無双のコラボキャラから1枚、まあ、1人選べる手形がついてるお得なパック売ってます。はい、って感じやね。2つあんのか。意思多い方少ない方って感じか。で、まあ使い方は普通に右下に書いてありますね。あのホーム、あのトップページの。はい、でコラボパックお得なやつ売ってますね。はい、って感じです。あとランキング3位取ったのでスタミナ100個配られてます。国取り戦はまあ各自で見てくださいって感じかな。そう、選択手形ここにあるんでね。ああ、そやな、こういう感じで、交換できますよと。うん、てな感じかな。まあざっくりとは説明したけど、うん、まあメインは孫悟の血、血脈って書いてあるから、まあ、まあメイリンちゃん、シェレンちゃんでいいと思うんやけど、その他の2人がすげえ気になるな。うん。いや、どうなるやろうな。まあ、見ていきましょうかね、早速。で、まあ、東北が舞台やもんな。ああ、クーちゃんか。クーまで付き合わせて悪かったね。やっぱ東北っていうと、そのやっぱ辰巳ちゃんとかね、その辺も出てきてくれるとなんか楽しそう。その日、俺が梅と空をお供に訪れていたのは久しぶりの東北。今なお、奥州潮期の混乱が残る二本松だった。私も久しぶりに辰巳ちゃんに会えるので。ってことはやっぱり辰巳ちゃん出てくんねやな。でも。ですが、本当でしょうか。別の世界からやってきた方が東北で見つかるなんて。あ、もうなんか変な人いるよみたいな。変な人っていうか、別の世界から来たみたいな人がいるよっていう情報あるんや。前に辰巳ちゃんその話を熱心に聞いていたから、いつもの早とちりじゃなければ本当じゃないかな。
そんな話をしながら馬を進めていると彼方に見えてきたのは、ああ我が盟友たちよお久しぶりですと。うむ、異界より降り立ちし者たちは我らが城に、うん、して我が盟友はすでに会合を果たしたと聞くが、クーは前に会ったことがあるんですよね、異世界の人に。あ、いつ？え、クーちゃんの時っていつやったっけ？あれ、ミュウちゃんの時やったっけ？はい、前に春日山にも現れたことがあって、誰ん時や。クーさんがついていてくださって本当に心強いですわね。前回、あれ前回やったっけ全然覚えてないないつやったっけな、マジで何かと難解な言い回しの多い辰巳ちゃんの言葉だけど、クーはその辺を割と理解してくれてるんだよな。結構仲良くやってんねやな。今回の東北にクーの同行を頼んだのは梅と同じで、異世界の人と会った経験もあるけど、辰巳ちゃんの最大の理解者、キエさんがいない場合の通訳って意味も多かったりする、大きかったりする。あ、何、まだキエさんおらへんの？なんか今その応援紳士の本編の方で今ちょっとキエさんと喧嘩してるみたいな感じになってるんやけど、おれへんにゃ今。いるやん。あれ、どういうこと？ああ、おらんかった場合ね。ああ、なるほどな今のそのメインストーリーみたいなことがあると困るからってことで一応ついてきてもらっとんや。あー、なんか久々やね、キエさんね。今回はキエさんもいてくれて助かりました。さすがに日本末での騒ぎともなれば、私が出ていかないわけにもいきませんから。まあまあ、そりゃそうか。それで別の世界からいらしたというのはどういった方々ですの？ですが、それがお嬢様は間違いないとおっしゃるのですが、聞いていた話と少々違っているようで。ほう。さあ、異界より降り立ちし者たちよ。辰巳ちゃんだ今日はどうしたの？あ、フルボイスや嬉しいな、元気そうな女性。うん。ああ、辰巳殿か。ああ、落ち着いた女性。今度は天宝姉ちゃんとメイリン姉ちゃんか。まあ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 。辰巳ちゃんが案内してくれた離れにいたのは、俺としてはよく見知った顔だった。もちろん向こうからすれば初対面だから、そのあたりは気をつけないといけないんだけど、やっぱな、これずっと恋姫無双のコラボあるたびに言ってんやけど、マナなんてね、そ、気軽に読んじゃダメなんでね向こうの世界では、うん、こっちの通称とは違うから、そこ気をつけなあかんもんな。彼らが我々の巻き込まれた事態に詳しいという。ああ、てかメイリンちゃん、天宝ちゃんはちょっとわからんけど、メイリンちゃんとかは前に5のメンバー来てるんやから、その子たちから聞いてへんのかな。うん、シャオちゃんとかね、あの辺、うん、それこそレンファちゃんとか来てるはずやけど俺は新田健介、こちらは俺の部下のガモ梅と長尾家から応援に来てくれた長尾クーだよここは嫁さんって言わんねやな。世話になる。私は、ああ、姓は周、名はユ、あざなは高金という。なんか久々やな、このあざなとかなんか久々に聞く。私はね、天宝でいいよ。あ、もうマナ教えるんやでも天宝ちゃんって結構そういう感じだったか、もともと。どうです？それはマナではありませんの。そちらのお国ではよほど心を許した相手にしか呼ぶことを許さないと聞いていますけれど、まあさすがにもう梅ちゃんもその辺知ってるか。そうだけど、私はちょっと特別なんだ。あー、まあでもそうやな、そうかもちょっと毛色違うかもな。マナを呼ばせて気を許したところで情報をさらう宗家の官庁崩れだよもっとも
ここでは忠義を誓う宗家もおらんがな。でもそうや、一応そのカズトくんがうまいこと長三姉妹をそのあのギー編の時になんか入れ込んでたな、そういえば。なんかなんかみんなに人気のあるアイドルっていうのを利用してというか、なんかそんな話あった気する。うん、確か。そんなことないよ、カリン様とは関係ないからね。語るに落ちていますわね。その手の仕事には一番向かない、手合いでは。それはいいとして、いいんや。マナの事情も知っているのか。なるほど、キエ殿たちが事情通というわけだ。まあ慣れてるからな、もう6回目やから。シュウさんは孫権に仕えてるはずだよね。レンじゃない、孫権殿からその話は。いやそうよな、聞いてるはずよな。レンファ様がマナを許したというなら、あ、そのように呼んで構わんよ。まあそうか、やっぱ上が許したら。まあ従わざるを得やんというか。え、でもさあ、でもそっか、一応まだシェレンちゃんが無事な世界線やから、まだシェレンちゃんが一番上やとしても、やっぱまあレンファちゃんが許してるから、まあメイリンちゃんも許さざるを得やんというか。だが私は、レンファ様からその話を聞いておらんのだ。あ、そうなん。レンファちゃんたちって確かヒカリちゃんたちのやつやんな。あの水軍やったっけ、なんか船で戦って別れたみたいな感じだったと思うけど。うん、あ、聞いてないんや。私が属する孫家は、うわ BGM ナッツ、半島連合の一員として都に通じる関所を攻めている最中でな。うわー、恋姫無双の BGM。 その途中で変な嵐にあっちゃって、気がついたらメイリンさんとこの国にいたんだよね。あ、良いな。おお、まさしく演技の一門がごとく、都で帝を差し置き、戦王を振る董卓に天地を下すべく集った義士の物語とな。あ、本で読んだことあると。まあでもあんま辰巳ちゃんに言うたれかもしれんけど、その董卓こっちの世界一回来てるからな。確かゆえちゃん来てるよな。お嬢様方ちょっとお静かに。やっぱキエさんが言うと。うむ。まさか、あの反董卓連合ってゆえさんの。まああれもちょっといろいろあんねんな、また。落ち着いてくださいまし、クー様。三国なんこれ。三国に分かれたとかいうやつかな。石壁は董卓討伐よりもずっと後の出来事ですから、何かすれ違いのようなことがあったのでしょう。新恋姫がどの辺か分からんけど、一応あの世界で董卓は死んでることにはなってたやったっけ、もう名前は。でなんか和人くんがこっそりあの二人をなんかメイドとしてなんか雇うみたいな話やったっけか。今どの辺どんな、まあ反董卓連合で動いてるからまだ、まあ董卓倒すぞってなってると思うんやけど。あ、説明してくれる。クーはゆえ、董卓の人柄は知ってるもんな。あ、クーちゃん、じゃあゆえちゃんの時か。あー、なるほど。三国志の流れは知ってるだろうけど、それでも心配になる気持ちはよくわかる。けどそうなると、目の前の二人は、レンファやユエたちが来た時代、石壁や三国が平和になった時代よりずっと前から来たってことか。俺がレンファたちと会った件を知らないわけだ。あ、時間軸違うんや。そういうこともあるんや。あ、じゃあだからシェレンちゃんいるんや。あー、納得したわ。まあそうよな。まだシェレンちゃんが元気ってことはそういうことやもんな。うん。だってレンファちゃんが来た時っても確か髪切ってたはずやから。そうやな、シェレンちゃんがやられてしまって髪切ったから確か。
そうそうそう。あの時多分もう髪短かったはずやから来た時。じゃあこれまた髪切る前ってことか。ちょっとまだ堅物の時のっていうんかな。まだ余裕がなかった時のレンファちゃんってことか。これ。こん時は。石壁で何が起こるのかわからんが。うん。三国定律ということは。あ、定律。やはり漢は割れるのか。あ、やばい。ネタバレ言っちゃった。それはあくまでも俺たちが知っている話であってね。周囲さんの歴史がその通りになるかはわからないよ。そうね。まあまあまあ。でもカズト君はまあいるはずやから。でもこの感じだとどこにカズト君いるんやろう。数え役満シスターズがギーに協力してるっぽいみたいなこと言ってるからギーにカズト君いるんかな。あれ多分カズト君のおかげで。ギでやってるはずやからこの3人どうなんやろ。ある程度の予想はついていたし構わんよ。いずれにしてもその混乱の中で我が孫悟はしぶとく生き残らねばならんと思っただけだ。うん。そのためにもまずは元の世界へと戻らねばな。いやでもそのシェレンちゃんどうこうの話したけどカズト君じゃないわ。ケンスケ君がシェレンちゃん知ってる時点でもう結構変わってんのよな。うん。生き延びてるってことやからな。あのケンスケ君がシェレンちゃん知ってるってことは。うん。それで他に一緒に来てそうな人に心当たりってない？うん。結構そうなんよな。この二人しかまだ出てないんやけど。うん。可能性があるとすれば。まあメイリンちゃんがいるからもう一人はわかる。よな。おそらくケンスケ君も。ここに異世界から来たものが。うむ。そのものが名乗り氏は異界よりの客人という一言のみ。見つかった当には別の世界から来たと言っているそう。おー、自覚あるんや。その日俺たちが訪れていたのは日本松からほど近いところにある。足立、何これ、多良山。足立は足立やんなこれ。うん、の統治場だった。温泉にいるんか。そこに別の世界から来た人が現れたという情報が上がってきて俺たちはその人物の確認に来たわけだと。そこまでは良かったんだけど、本当にマナを呼んでよかったの、メイリン。あ、許したんやな。レンファ様もマナをお預けになったのだろう。うん。なんか、孫家の一員たる私が預けん理由もないさ。まあその時代にちょっとあれはあるけど、まあ本当にレンファちゃんは、うん、マナくれたからな。うん。そんなことより問題は。うん。捕まってるやん。やはりお前か。ってことはやっとこんな神器臭いところから出られるのね。早く出してよ。あれ、レイファちゃんって声変わってる？声優さんこんな声やったっけ。変わってる場合あるからな実際。うん、あれやけど、あれどうやろ、こんな子やったっけか。牢の中からメイリンの顔を見つけるなり声をかけてきたのはメイリンと同じくらいの年頃の女性だった。もちろんそれが誰かは俺もよく知ってるわけで。まあそうよな、シェレン姉ちゃん。まあ多分この子は姉ちゃんたちの中でも濃いからな。キャラクターがね。やはり何時がチコ。まあお知り合いですかと。いや知らん顔だ。全くの無駄足だったな。知らん顔。ちょっと、この周後金に牢屋に放り込まれるような知り合いなど断じておらん。ましてや王やからな。うん、ここにいるわよ一人ね。なんで自慢げやねん。
そもそもなんで牢屋に入る羽目に？レーリン、この人たちは？我らを保護してくれているこの辺りのお偉方だ。そうです。大体の事情は話してある。なら、ここに来てからの話だけでいっか。私はこの辺りで目を覚ましてね。あだたらっていうの？この湯治場でいろんな人の世話になって過ごしてたんだけど。あだたら山って言うんや、あれ。あだちじゃないんや、あれ。あだたら山ね。なるほどね。あだたら山って言うんや、これ。へえ。そのあたりはシェレン姉ちゃんらしい。姉ちゃん、いろんな人とすぐ仲良くなって飲み会に誘われたり、山ほどお裾分けをもらって帰っていたり してたもんな。まあそういう人柄やでな。うん。ついつい飲みすぎて私がお金を払う羽目になったんだけど。無銭飲食。こっちのお金を持ってなくてね。無銭飲食する王は良くないぞ。やはり帰るぞ。もう何年か牢で過ごして心から反省した後なら引き取りに来てやろう。まあちょうどいいかもな。ちゃんと事情は話したでしょ。でまあ、ああシャバの空気は美味しいわ。出所したと。うん。悪かったね、辰巳ちゃん、手間をかけさせて。まあせや、辰巳ちゃんが一声かけたらまあさら出すわな。まあ多分代わりに払ったとかしたかもしれんけど。造作もない。結局無銭飲食分の代金は俺健介くんが立て替えることになって、シェレン姉ちゃんは数日ぶりに牢屋から出ることができた。結構入ってたんや。よかろう。あの名高き孫白夫の一女となったなど、我が一生の誉れとなろう。あら、名乗ってもないあざ名まで知られてるなんて、私ってば有名人？超ね。超有名よ。無名に勝る悪名というやつじゃないのか。そんなどこか懐かしいやりとりを目にしつつ歩いている時だった。統治場の一角から聞こえてくる声は、まさか。みんなー、あ、盛り上がってるから。そっちか。もう一曲いくよ。みんな流れの大道芸人なんだろう。統治場の一角は琵琶法師たちをバックバンドに従えた天保姉ちゃんによるちょっとした街頭ライブ会場と化していた。あ、一人でやってんやな。健介様、クーもこっちに来てたのか。はい。天保さんが健介様たちがこちらに来ているならと一緒に。あら、猛徳のところの館長も来てるの？一人だけな。もともとは流れの歌い手だったようだから、あちらが素なんだ。まあそうね。ですが本当に見事な歌声ですわね。いや、実力はあるんよ。そのアイドルとしてね。うん。梅も気になるなら行ってきていいよ。やだ。私はその、まあ、梅ちゃんもじゃあイベントでアイドルやってるからな。そう、アイドル経験者。あの歌声を聞いて思うところがあるんだろう。次はみんなも知ってるあの曲いっちゃおうかな。こっちの人知ってるかな。で、あの子なんでこっちの世界の歌なんて歌えるのよ。あ、こっちの世界の曲歌うんや。お前が無銭飲食を満喫している間に城の者からいろいろ教わっていたようだからな。なるほど。何曲かなら歌えるんだろう。私も城でいくつか教えさせてもらいましたよ。なるほど。そういう方面のコミュ力が高いのも間違いなく天保姉ちゃんなんだよな。そう、こうなんかシェレンちゃんとは結構違う感じの懐に入るうまさがあるんよな。うん。ああ、なるほどね。
で、まあ残すはあと一人なんやけど、なんなら一番問題児なんよな。天宝さんの歌お見事でしたわ。梅ちゃんとも一緒に歌えてとっても楽しかったよ。ああ、この二人で歌ったんや。よからは見事である。あれぞまさしく天上の共演と でも呼ぶべきか。あ、よかった。いいですね。私もすごく楽しかったです。うわーい、ありがとう、ありがとう。てかどうでもいいけど、梅ちゃんのあの笑い声と共演するんかな。しそうやな。梅を加えた天宝のライブは拍手喝采で、俺といえばビア法師さんから借りたおけを手にお客さんからのおひねりを集めて回っていたりする。なるほど、無線飲食代稼がなあかんでな。なるほど、ああやってお金を稼げばよかったのね。次はもっとうまくやろうっと。歌えるシェレンちゃん。できるならこんな騒動は二度と起きてほしくないがな。え、姉さんたちは取り分いらないんですかい。いいよ、お姉ちゃんはここのお殿様にお世話になってるし、楽しかったからみんなで分けて。そっちのお姉さんは感謝いたします。私も飛び入りでしたから、お気になさらず、楽しい時間をいただいただけで満足ですわ。そいつは俺たちも一緒だけどな。でもそういうなら俺らでありがたく山分けにさせてもらうぜ。また一緒に歌おうね。まったく欲がないな。お前が言うなよ。楽しかったのに本当だし、こっちのお金をもらってもね。まあ辰巳ちゃんに世話してもらってるんやったらな。うん、まあそうやけど、実際元の世界が戻ったらこっちのお金は使えないしな。まあ金銭感覚がふんわりしてる天宝姉ちゃんのことだから、お金よりも歌うことそのものが楽しいっていうのも確かだろうけど。こんなことしたらチーホーちゃんや蓮舫ちゃんにはすっごく怒られちゃうんだけどね。そうやな、妹二人結構厳しいでな、そこ。そのお二人は妹さんですの。そうだよ、嵐に会った時は別行動だったから多分こっちには来てないと思うけど、こっちの暮らしも楽しいけど、やっぱり3人で歌って過ごすのが一番楽しいよ。まあ常に3人一緒みたいなイメージあるからな、こうやって1人ってなかなかないよな。そういうの寂しいですよね。くーちゃんも妹がいるの？ああおるな。血はつながってませんけど、姉妹同然に思っている子たちはいるのでなんとなくわかります。そっか、シェレンって呼んでいいんや。シェレンはそのあたりどうなの。まあ長女やでな。レンファやシャオはしっかりしてるから、別に私が戻らなくてもうまくやるでしょ。まあそれはそう。まあまあそれはそうやけど、やっぱこのシェレンちゃんのこのカリスマっていうのがな、やっぱほんまに飛び抜けてるんよな、カリスマ性この子。うん、マジで恋姫無双でも随一ぐらいにカリスマあるよな。うん。やれやれ、作戦行動中だったんだぞ。だからこそよ、あ、私にいつ何が起こるかなんて誰にもわかんないんだから。この言葉重。ほんまよ。うわー、そうよな。その時だった。町の向こうから聞こえてきたのは馬の足音と、殿、伊達政宗公はいずこにおられるか。ここにいるぞ。おお殿、日本松の片倉様から至急お戻りになるようにと。
ヒエが何用か。それが何にも読めやん。胃の苗代周辺のこれもな、一回読めやんかったことある、ゆかりのある豪族たちが、一斉に挙兵したと攻めてきたってことか。猪苗代とは、な、もう一回言って。猪苗代とは、猪苗代、猪苗代とは、猪苗代って言うんやこれ。前に伊達家と人騒動あったところでね、前はこれ何やったっけ、なんか読んだことあんのよマジで。まあ、そこが、まあ治めてたんだけどってことか。おお、前の勢力の残党が暴れるみたいな。いつの時代もそういうのは変わらないのねまああるあるよな。ともあれ二本松に戻ろう。シェレンも来てくれるんだよね。そりゃあまあこれから世話になるんだから、戦働きくらいならいくらでもするわよ。まあなんならそれが得意やしな。けどなんでこのタイミングで挙兵なんて。やっぱりかなんかそんな気はしたよ、豪族って言ったから。この猪苗代はこの私の、懐かしいの新たな王国になるのですわ。お前かい。来たな、いっちゃん問題児。なるほど、早い。私の精兵たちがどうしてこんなことに。もう終わった。二本松に戻った俺たちは猪苗代に向けて早々に兵を出し、翌日の夕方には豪族たちの挙兵はあっさりと鎮圧されていた。まあレイハちゃんはその統率能力ないあんまちょっと失礼やけど、からな。豪族たちを率いていたのがレイハ姉ちゃんだったとはな。トシちゃんとイーシェちゃんがおらんかったらまあまさか貴公までこちらにいらしていたとは。縁本書殿、あなたたちはミウさんのところの、確かお名前は。あ、一応ミウちゃんのところのでええんかこれ。逆やけどな。っていうか、なんで遠家の当主がアシナとかいう連中を率いてるのよ。アシナや、そう。はいはいはい、アシナね。それはもう、聞くも涙、語るも涙のお話があったのですわ。あれはそう、私が。まあ多分大したことないんやろうな。長くなるようなら簡潔にお願いするわ。産業くらいで。今来た産業。産業だなんて、それでは歌も書けませんわよ。まったく。あの方々は陛下のご意向も届かないこの辺境で自らの主君を失った哀れな立場だとお聞きしましたわ。ならばこの縁本書が、縁本書が、これ好きよな新たな主として彼らを率い、再びあの方々の国を建てて差し上げるのが一宿一般の恩というものでしょう。まあ一応立ち上がったわけなんやな、レイハちゃんは。一宿一般で国まで建てるなんて釣りがどうこうって話じゃないでしょ。気前良すぎない。すごいな、信長の野望の一気がけみたいなことしてんな。これが高貴なる者の務めというものですわ。てかすげえどうでもいいけど、レイハちゃんこの二人と並ぶとさすがに背低いんやな。てかこの二人が背高すぎるよな多分。シェレンちゃんとかくっそ背高いもんな。なんか結構やっぱ堂々としてるから、レイハちゃんってでけえイメージだったんやけど、身長そうでもない、まあ普通ぐらいだよな多分。
まあ、飯代を踏み倒して牢に入るよりはいいんじゃないか。そうやな、まともやね。あんた、どっちの味方なのよ、メーリン。相変わらず、なんかよくわかんないカリスマがあるよな、レイハ姉ちゃん。そうだよな、そのなんか結構問題起こすんやけど、この子なんか憎めんというか、ちょっとしたカリスマはまああったりするんよな。悪気はないというか。うん。気づけばなんか知らない一団と仲良くなってて、下手したらそのトップにまで収まって一騒動なんてことは、元の世界でも枚挙にいとまがなかったりする。それで結構めんどくさかったことあったしな。なんていうか、誰とでもすぐに仲良くなれるのは天宝姉ちゃんやシェレン姉ちゃんと同じなんだけど、その方向が明後日の方に向かってるんだよな、レイハ姉ちゃんのあれは。まあそうやな、そのやっぱ自分は導く立場やから国民を導こうっていう気概はあるんやけど、レイハちゃんってでもなんかな、その方向性がちょっとおかしいよな。うん、悪くはない。なんだかすごい人ですね。やっぱこうやって見ると梅ちゃんの髪型よりすごいんやな。あんなでかかったんやな、ドリル。すごかったよな、マジ。まったくですわ。どうした、どうかなさいましたの、辰巳様。いいな。いや、そうよな、やっぱ思うよな、これは。俺、梅ちゃんが最初出てきた時もやっぱり出したけどさ、レイハちゃんの名前確か。まあ、上がるよな。笑い方、髪型、雰囲気。まあ、髪色とかもそうやけど。このし、この画像いいな。ああ。二人でちょっと笑ってほしい。同時に。うん。多分みんな思ってる。なんなら目の色も一緒か。梅ちゃんも緑よな。で、服も赤っぽいし。うん、手は逆なんやな。で、どうするの、この始末は。反乱の首謀者なら、あ、内首あたりが相場だと思うけど。な、どうすると言われても名誉よ。俺に振らないでよ。ここで連合がくじ出ししたら問題だろう。まあそうやな、やっぱ辰巳ちゃんが決めるべき。異界の客人を裁くには我が竜の炎さえ届かぬ先の断りである。ああ、手に余ると。まあ気持ちもわかる。正直俺もレイハ姉ちゃんにそんなひどいことをしたいわけでもないし、まあそうよな。そもそもどうして芦名にゆかりのある豪族が兵を挙げる羽目になりましたの？縁本書にそそのかされでもしたのだろう。私をそのような関心扱いしないでくださいます。この縁本書、痩せても枯れても陛下の忠実な信ですわよ。それはこの意向が届かぬ地の果てでも変わりませんわ。うん、何気にあとこの子結構プライドあるからな。ってことは、レイハを持ち上げたのはむしろ姉ちゃんのカリスマに当てられた、あ、なんていうか、稲わしろか、稲わしろの芦名残党って可能性もあるわけか。あー、まあ残党の人らが、まあ、勝手に期待したって言うとあれやけど、うん、まあ、自信満々やからな、この子基本的に。やっぱりっていうのもあるんやろうな。辰巳ちゃん、ぶっちゃけた話、猪苗代あたりの統治って、ああ猪苗代の一帯や芦名とのことは奥州仕置きの一件だけでもいろいろあったし、伊達家としては先代の頃からもっとあったはずだ。そのあたりの細かいことは察するにあまりある。なあ、ケンスケ殿。どうかした？今回の件。お。私に一つ提案があるんだが。
なんやろ、もういっそのこと収めてもらうとか。いやどうなるんやろ。なんかいやいいな。メイリンちゃん以外が、メイリンちゃん以外の3人に別々のカリスマがあってさ、その毛色の違うカリスマっていうんかな。なんかそれにただただメイリンちゃんがツッコミを入れるみたいな感じになってたけど、いやいいな、やっぱおもろいよな。こうその作品、その恋姫無双のシリーズあんまり絡むことのなかった子たちが絡むのってやっぱおもろいよな。あんま接点なかったはずやからな。あったっけな、いや多分ないと思うよな。ちょ、ミュウちゃんの方、うん、やったらそのシェレンちゃんたちと、まあ5でちょっといろいろあるからあるんやけど、レイハちゃんってあんまないんちゃうかな多分ね。うん、でやっぱカズヤクマンシスターズの3人も基本的に義にいるから、ストーリーではまあ5とあえて絡むことってやっぱないからな。うん、でレイハちゃんとカズヤクマンの3人もあんまないし、やっぱこういうの見るのおもろいよな。でここが優勝限定のやつ、こっちがギーとその他が出る優勝限定で、こっちがギーと5かが出るやつやね。うん、優勝で、これが今回のピックアップガチャで、この復刻がそうやね、選べるやつやね。うん、好きな子を選べますという感じ。まあ今回引くのはとりあえずここやね。はい。まあ詳しく見ていきましょうかね。そう、やっぱこれやっぱこの金色の鎧よな。イメージとしては、うん、なるほどなるほど。その椅子はどっから持ってきたんちゅう話やけど、呪い12ターン HP を除いた全ステータスをマイナス 50% させます。回復封印に10ターン、回復タイプのスキルが適用されない状態にします。でさらに相手の被ダメージが 30% 上がります。で被ダメージ上昇10ターンのこの 20% と合わせて被ダメージが最大で 50% 上がりますと。バリア解除バリア封印、強化解除強化封印と。でバリア封印と強化封印はターン数が15ターンという感じです。でこれをど根性解除、相手を根性なしにするって書いてあったけど、まあその名の通り相手のど根性を解除しますと。うわこれちょっとだいぶ気になるんよな、根性解除。攻撃力は一切ないが相手を根性なしにする。まあ確かに攻撃力はないもんな、防御タイプやし。てかマジで、ちょだって攻撃力ゼロ。いやそう、まマジでそうなんや。もう1もダメージ与えれんねや。あもう本当に他人任せ。もうどっちかっていうとサポーターやねこれ。もう支援タイプみたいなもんやな。うん、なるほど、本当にゼロなんや。なんかよくわからんけど相手根性なくなるっていういっちゃめんどいやつ。あー懐かしいダンス衣装。うん、アニメとかやとね、このマイクにちょっとなんか再興してね、なんかファンを操るみたいなのあったけど。歌でなんか懐かしいな、黄金の乱。なんかアニメのやつそんなんやったよな。で普段着がこれなんよな。なるほどね。歌声で攻撃する。追加ダメージ無効16ターン、非追加ダメージを無効化する。カウンターによる追加ダメージは無効化できません。バリア18ターン、被ダメージをマイナス 60%、 結構でかいよなこのバリア。被ダメージ上昇18ターン、被ダメージが、40%。 でこれ発動時の敵と味方戦闘可能者数に応じて効力が上昇します。敵と味方の戦闘可能者数 ×15% の攻撃上昇、発動者は数に含まれません。なるほど。ってことは最大で9人かける、9たす8か、17人か、17人分か最大。
上がるっちゅうことね、 15%。 ってことはどんだけ上がんの。 17×15 は255。すげえ、コナミのカンストみたいになってる。めっちゃ上がるやん。へえ。で追撃で、これもさらに 250% 乗る。 500% ぐらい乗るってこと。うまくいったら。まあでも特殊タイプやからな、うん、多分どっちかは欠けるからな、ある程度。うん、アイドルはファンの力、ファンが多いほど力を発揮する。まあそうやけども。ざっくりしてんな。なるほどね。まあどうしようか、とりあえず、まあ無料は引こうかな。うん、言うても10連しか引けやんしな。いや、シェレンちゃんも引きたいからな、ちゃんと。とりあえず無料は引こうかな。最近ちょっとな、その辰巳ちゃんのあの天下統一じゃねえわ、式部将ガチャでもだいぶ渋かったでな。三日月もおかしな真似を。まだまだ未熟者。あ、クーちゃん。お腹が空いたら付き合ってあげる。勘違いはし。三日月も付き合ってあげる。シノと共に。いや、俺ね、これ今回引くわ、もう一回。なんか出そうな気する。保証はないけど。いやでもな、こっち引いてもいいよな、持ってない子いいからな。マジでこの2人以外持ってないと思うから。あー、どうしよっかな。あれ、エイカちゃん持ってたっけな、そこ微妙やな。ちゃんと覚えたよな。いや、まあいいや、今回のやつもう一回引こう。これやっぱ面白い。うん、そんな新スキル持ってるからね。レイハちゃんとかちょっと気になるんよな。あ、ちょっと長いかもこれ。気のせいでした。三日月も。さあ、夫殿。不安はあります。子供扱い。三日月も来るなって言ったって勘違いはしない。不安はあります。お任せください。出ませんでした。ないですね。まあしゃあない。まあ今回はここまでですね。いや、結構長かったな。やっぱ毎回思うけど、やっぱその恋姫無双コラボの時結構気合い入れているっぽいから。やっぱ長めになる気する。うん、お知らせの分引いても結構ね、長いことやってるんで、やっぱおもろいよな。うん、やっぱ結構自分にも馴染みのあるキャラ、うん、やったりするんで、やっぱその分おもろいんよね。うん、次回が21って言ってた。うん、21に後半が来るので、まあ21以降ですね。はい、後半やっていくと思います。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。